疲れ様です。こんにちは。今日はこの黒糖梅酒っていうやつを沖縄黒糖しようっていうことなので買ってきました。ちょっといただきたいと思います。おいしそう。お、結構濃厚な感じですね。 7% 入って、あー美味しい。沖縄黒糖梅酒初めて飲みました。美味しいです。で、今日はニュース、日本のニュース見てたら沖縄の首里城が炎上しているっていうことで、もう火災が起こって多分全焼したみたいなニュースを見て、僕も2012年の時に行ったことがあったので、7年前か、当時高校卒業したての頃で、確か卒業旅行で一人旅行で行って、すごい写真いろいろ撮ってたんで、首里城燃えちゃったのかってちょっとショック受けて、それもあって今日はちょっとこの沖縄の黒糖梅酒飲んでます。なんだろう、沖縄ってすごい僕好きな場所で、2、3回しか行ったことないんですけど、また行きたいなと思って、いつか住みたいなとも思ってるぐらいで、なんか本当に温かい人が多くて、なんだろう、居心地がすごく良かったんですね。なので沖縄はいつか住んでみたいなと思ってます。最近沖縄の友達が台湾の大学に来て勉強してる子がいて、その子からもいろいろ話聞いたりしてても、やっぱり楽しそうだなってのがあって、今回のその燃えてしまったのはすごい残念だと思います。ただなんか逆にその応援じゃないですけど、沖縄に行く人がまた増えたり、それこそ台湾でも結構ニュースになってたんですけど、なんかそういう風になっていったらいいなとは思います。そんな感じです。それでは。うまっ。